よいしょ。あ、そうだ、あそこのところに鳥のあれがあるから、どうなんだろうな、ここな、ここも駐車場でいいのかな、ね、鳥の名前がまあずっと共にあります。まあ左から縦に、まあ右方向へ読んでいきましょうか。ヒヨドリ、アカゲラ、アオゲラ、コゲラ、キジバト、ウソ、イカル、ルリビタキ、カケス、モズ、ホオジロ、シジュウカラ、クロツグミ、ウグイス、ヤマガラ、エナガ、サンショウクイ、ラブサメ、キクイ、タダキ、ミソサザイ、オオルリ、メジロ、ツグミ、ミヤマホウジロ、コトトギス、キビタキ、マヒワ、ベニマシコ、センダイムシクイ、シメ、アトリ、まあそんな感じですね。なかなか覚えるのは大変ですよね。はい、群馬県野鳥の森尾根山森林公園。まあ群馬県安中市松井田町横川にある約91ヘクタールの国有林の中にあります。昭和46年から当時の前橋営林局、関東森林管理局と群馬県松井田町現安中市が協力して整備を行い、昭和51年に群馬県野鳥の森が誕生しました。公園となるまでは林業試験地として40種余りの外国産樹種や日本各地の有用樹種が植えられ、明治37年以来造林方法についての試験研究が行われてきました。今でもその多くの樹種を県内に見ることができます。まあ、散策のための遊歩道をはじめ、野鳥観察小屋や展望台などがあり、四季を通してたくさんの野鳥を観察することができます。自然豊かな園内で散策、森林浴、野鳥や、まあ、野草の観察などゆっくりとお楽しみください。右側、資料館。リニューアルオープンしました。2009年春。四季折々の鳥たちを中心にじっくりと観察リサイクルを展示を構成いたしました。まあ、ご協力により園内を散策する際にご利用いただける観察シートも用意しています。一夜となれば幸いです。まあそういったことですね。あ、主に剥製の展示ですかね。こういった場所ですね。まあ、ちょっとざっと見てきますね。ここにね、野鳥の森の案内図です。まあ、現在地はここですね。前回はね、こっちへ行ったんですね。野鳥観察小屋。まあ、今回はね、こっち行こうか。野鳥観察小屋、鈴懸の道。で、こうやって、見晴らしの縁地だ。この分岐ですね。うん、頑張りましょう。こちらにもね、まあ、マップです。駐車場、現在地、こういって社の森、
右、ここ見晴らし台のツツジ、そして戻ってくるんですね。うん、向こうにね、まあ資料館ありました。ここは車の通る通り、エビネだって、なんか山菜か何かなのこれね。じゃあね、とりあえずまあそっちですね。はい、もともとね林業試験場ということで、まあ外国産のストローブ松、まあ大正46植栽、北アメリカ北部に広く分布する御用松の一種。材質は柔らかく樹脂が多い。尾根山における成長はよく立派な林となるが、風に弱く台風により倒れやすいので、風当たりの少ない場所に植える必要がある。用途、材は軽く柔らかいので加工に適し、器具材、建築材として用いられる。ああ、ストローブ松。このね、ひょろひょろひょろーってね、まあ、高ーく。あ、見るからに風に弱そうですね。面白いね。まあ、風のあまり吹かないところに植える必要があります。はい、欅、ニレ科です。この林は大正6年、1917年に植栽したもので、2列上の区域と3列上の区域がある。それぞれの成長経過を調査したところである。用途、建築材、家具材として用いられる。欅ですね。こういった。これが欅です。ニレ科なんだね。はい、それね、しだれ杉なんだって。面白いね。まあ、柳とか桜とか梅とか、まあ、桑とか、まあ、しだれるものはあるけど、まあ、杉もしだれるんだね。こんな感じの杉の木。あははは。確かにしだれてる。すごいね。あ、こっちもね。しだれるもんだね。よくね、杉林なんかのね、根元っていうかな。あそこ見えますか。まあ、鬼しだって言ったかな。よくね、この鬼シダがね、群生してるんですよ。まあ、きっと、共生してるんだろうね。杉と鬼シダはね。今はね、このアングルだと、まあ、左側の茶色いところにいるんですけど、まあ、左へ入っていくと、八代の森です。まあ、まっすぐ行ってもいいんですけど、右。まあ、鈴懸の道って書いてあって、野鳥観察小屋。まあ、そこまで行きたいなと思ってます。だから、まあ、この道ですかね。これは、まあ、八代の森へ行っちゃう道なんで、まっすぐ、右。これですね。これ道なんですかね。先ほどの分岐がそこだと思ったんですけど、これ道じゃないですよね。本当？なんで？こっち？ああ、見晴らしの延地500メートル。
あ、道だ。本当だ。ねえ、道だよね。そうなんだ。見晴らしの園地。この独特なフォルムの後ろ姿は、まあ、マムシグサですよね。あ、こちらにもありました。マムシグサ。こんな感じになってる。あ、あそこにもある。じゃあ、こっち行ってみますかね。先ほどの撮影スポット、そこ。まあ、ここね、立ち入り禁止ってあるんですけど、ありますよね。これですね。へぇ、面白いね。まあ、ちょっとした沢が流れてて、まあ、建物があるんです。そこ立ち入っちゃダメなんだね。まあ、こっちのルートですね。まあまあ、今、下り坂です。こういった、向こうの、まっすぐ、木橋があって、ずーっとそちらへ続いています。そちらでね、まあ、野鳥小屋があります。観察小屋ね。ここにも、ここにも背の高い。まあ、マムシグサですね。こんな感じ。ね。マムシグサでしょ。まあ、こっからね、ちょっと登りになるんですよ。まあまあ。大変ですね。左側はこんな感じの沢。ありがとう。あれ、ちょっと、野鳥観察小屋まで行って、鳥を見なくちゃならないんですね。あ、あそこにもマムシグサがあった。マムシグサが好きだね。ここに来て、にわかに傾斜が急になってきましたよ。ね。まあ確かに先に行けば展望の園地があるんだから、まあ、登るんでしょうね。いやー、なかなか大変だ。そちら方向からね、まあ登り。だから少し歩いて、まあ休憩して、まあそんな雰囲気です。まだ上りの道は続きそうですけど、まあそんなに遠くないと思われます。まあ野鳥観察小屋へ行こうとしています。いやー大変だ。でも本当に緑が綺麗だね。まあ空気もね、きっと綺麗でしょうね。まあ深呼吸してね。まだそちら方向です。どうにかね、まあ目的地、まあ野鳥観察小屋が見えてきました。ここね、まっすぐね、突き切れないんですよ。この付近で見られる。立ち止まって静かに観察しましょう。三光町、四十から、小ゲラだって。まあ、野鳥観察小屋がそこにあるんで。まあ、ちょっと、これは突っ切れないって言ったけど、これ道ですよね。道。なんか行けそうだね。電源撤回です。ここね、まっすぐ行かないとダメなんだ。観察小屋。ここ。右行っちゃうとね、本当に、まあ、展望の、まあ、まあね、園地？展望の園地行っちゃうんです。突っ切らないといけないんだね。
野鳥観察小屋。ああ、危なかったね。まっすぐです。こちら方向から来ました。ま、歩きづらかった。順路だって。あれが野鳥観察小屋です。こちら方向から来ました。まあこんなところでね。ああ小屋です。ああ大変だったね。まあ向こう側から入るのかな。観察小屋の4号棟だったそうです。いやー大変だった。こんな感じね。まあこっち来て、まあ観察するんですね。窓開けられるのかな。ね、まあ小鳥、まあ、来るかどうかは分かんないんですけど、これね眼鏡を外してみるんですよ。まあ、木の葉はね、近いんですよ。木の葉が近いとダメなんだよね、双眼鏡って。これは。こういった感じでね、鳥がフレームの中に入ってくればいいんですけど、ね、ちっちゃくにね、葉っぱがあるとね、なかなか視界が開けてないんだよね。その付近にはね、メジロとかイカルとか、まあ、サンショウクイ、まあ、そういったものがいるはずなんですけど、ちょっと見当たりません。これが野鳥観察小屋4号棟です。じゃあ、元来た道を戻りますね。まあ、そっち方向です。はい、野鳥観察小屋のね、まあ、分岐から、まあ、少し歩ってきました。ここにはね、まあ、秋田県の杉が、まあ、植栽されていますね。こんなすごい杉林。本当にまっすぐ伸びるんだね。まあ、まっすぐ伸びると何がいいかっていうと、柱にしやすいっていうか。まあそんなことだと思われますけどね。秋田杉です。そちら方向からやってきました。公園管理センター右。見晴らしの園地100メートル左。こんな感じね。じゃあせっかくなので100メートル左行きますからね。エビネだって。なんだろうね、エビネってね。ここの部分ね、上の方にね、まあ小鳥のさえずりが聞こえるんですよ。
まあ、目を凝らしてるんだけど姿が見えないんですね。難しいんだね、見つけるのね。いるんだけどね。この展望台は群馬県内の各地域より生産された県産材を杉を使用しています。ま、丸太門の柱、横丸太、手すり、岡、あがつま町、板門の桁、梁、床、ほか、大間町、桐生市、使用した材料はすべて人工乾燥を行い、薬剤、ペンタキューアニュー、BM を注入による防腐加工をしています。なるほどね。まあ、こういった、まあ、ログハウス風な、まあ、展望台兼トイレットルーム。今いる場所はね、まあ、松井田町の尾根山地区です。尾根山森林公園。今ね、展望台の上にいます。まあ、本来だとね、まあ、赤城春名方面の山々が見えるはずなんですけど、まあ、近くの木々が、まあ、背が高くなっちゃって、まあ、ほとんど空だけでしか見えません。まあまあ、そうだね、そちら方向に、まあ、観音山とか、高崎市街地、前橋市街地、まあ、赤城山、春名山、まあそんな方向なんですけどね。もう、こんな感じの。まあまあ。展望台はね、ここにね、あるんです。ここが一番いいんだと思いますよ。こちらにもね、まあマップっていうか、まあ妙義山方面の山々。まあそういったことなんですけど、まあ、かろうじて、まあ、この部分が、まあ、風景が開けてるかなと。すごい。まあ、こちらが、妙義山方面の景色です。ああ。やっぱり展望台は周りの木が高くなっちゃうと、ほとんど景色が開けてなくなっちゃうよね。じゃあね、まあ、今回はこういった感じで、尾根山森林公園、野鳥の森。まあ、向こうから来ましたね。はい、森林のいろいろな働き。森林は二酸化炭素 CO2 を吸収して、地球温暖化防止に大きな役割を果たし、また水を蓄えたり自然災害を防ぐ働きを持っています。野生生物の大切な生息場所にもなっています。前方に見える杉人工林は、まあ、間伐、抜き切りを実施しました。林内にたくさんの光が入って杉の生育が活発になり、下草などがたくさん茂って、森林の働きがより多く発揮されるようになります。まあそうでしょうね。太陽光線が入ってこないと、こういった下草が生えませんからね。まあ下草が生えると、まあ野生動物の生息場所にも良くなったり、まあ水を蓄える保水力が高まったり、まあ二酸化炭素をたくさん、まあ、排出してくれたりと、まあ吸収してくれたりとかね。そういったことがあるんですね。はい。抜き切りです。はい。欅造林試験地。欅は透明にも目立つ立派な樹形で、綿密な材質と美しい木目により、
は建築材や家具、器具など広く利用され、日本を代表する広葉樹として親しまれています。そのほとんどが天然林から産出される欅の造林方法の確立は、創世期の林学者にとって重要な研究テーマでした。この試験地は1917年と36年に植林、植栽された欅二段林ですが、天然林のような趣を見せています。欅なんですね。欅の造林試験地です。じゃあね、ここでおしまいにしましょうか。向こうからやってきてるんですけどね。こんな感じの周り。もうね、向こうの方に、駐車場があると思われますんでね。ご視聴ありがとうございました。